県内の経済情報が集まり発信する番組、滋賀経済ナウ。今週はオブザーバーに立命館大学の中谷義彦先生にお越しいただきました。先生には先週に引き続きということになりますね、はい、よろしくお願いいたします。今週の特集はですね、セルミックなんですね、はいはい、実は先生は以前から注目されていた、評価委員会の時からこの会社、この技術を素晴らしいものだなとずっと思ってました。で、社長さんがですね、技術屋さんじゃなくて、いわゆる文化系の方なんですが、技術屋の社長さんだったら多分実現できないようなすごい製品を開発されて成長している会社なんです。なるほど、はい、どんな製品なのかというところをですね、こちらにまとめましたのでご覧いただきましょう。こんにちは、セルです。やっほーい、ミクだよ。私たち株式会社セルミックは、独自の商品を研究開発する技術優先型の企業です。今日はそんなセルミックの近づけられないサンプルの高倍率観察を実現した超超作動焦点レンズについて説明をします。超超超作動レンズ、超超作動焦点レンズ、名前が難しいけどなんだかすごい感じがするです。そしてこれがその超超作動焦点レンズ、ハヤブサを使ったマイクロスコープよ。セルミックの高い技術力で独自に開発したハヤブサを使うことで、なんと焦点距離100ミリから500ミリという超長距離での観察が可能なのよ。その最高倍率はなんと1260倍よ。あの火星探査機ハヤブサが持ち帰ったサンプルの観察にも使用されたレンズなんだから。でもその100ミリから500ミリの超長距離でサンプルの観察ができると何がそんなにすごいのですな。従来に比べて焦点距離が長いということは、レンズとサンプルの間で今までできなかった作業ができるっていうことよ。なるほどです。これならガラス越しのハンダ作業も確認できるです。他にも真空チャンバー、従来ならば真空状態を維持したままで深部の観察は困難だったの。でもハヤブサを使えば。本当です、真空状態のままで深部まで観察できるです。それじゃあこんなのはどうかしら。それは水中サンプル。わかったです。焦点距離が長いから水中サンプルもケースから取り出さずに観察できるってことなのですね。すごいです、すごいですよ。他には何ができるです。そうね、例えばエンジンなどの高温資料は今までの距離ならレンズの。そっか、焦点距離が長いから熱によるレンズの劣化が減少するんですね。その通りよ、言いたかったのに。他にも近づけられない精密加工品の観察やサンプルを非破壊で観察することも可能になるのよ。じゃあもしかしてこんな超危険な暗黒物質なんかもケースから出さずに観察できるですね。いやー、そんなのどこから持ってきたのよ。これなら安全に確実に観察ができるです。先生、ちょっと経済番組っぽくなかったんですけど、セルちゃん、ミクちゃん、どうでしたでしょう。面白かったですね。よくわかりましたよ。そうですか、ね、皆さん方にもよくわかっていただけたと思うんですけども、はい、実はですね、こちらがですね、超超作動焦点レンズを取り付けたデジタルマイクロスコープなんですね。ちょうどここのレンズとですね、この対象物のこの距離、これがミソなんです。こんだけ空いてるんです。なるほど、はい、ここがポイントだということですね。実は私、実際にですね、はい、こちらを見せていただきました。ちょっとご覧いただきましょう。はい、 JR 草津駅前に来ています。滋賀県内の駅で乗降客数がナンバーワンなんですね。駅前はいつも賑わっております。私、草津市民です。草津市民として非常に誇りが高いわけです。でも皆さんご存知でしたか、草津駅前のこちらのビル LT 草津の4階にですね、滋賀県のインキュベーション施設があるんですよ。そのインキュベーション施設がこの奥にありますけども、今回お邪魔しますのはその草津総合ビジネスオフィスではなくて、そのオフィスを卒業して同じフロアのこの4階にオフィスを構えた会社です。セルミックです。株式会社セルミックは画像処理ソフトやデジタルマイクロスコープを開発販売している。このうち2010年から展開しているのが超超作動焦点レンズだ。これではですね、焦点距離が長くて、
倍率が高倍率で観察できるレンズなんですよ。どんな風に映るんですか？倍率を上げますと、はい、すぐに大きくなります。おでピンとも合わせることなくスムーズに倍率が変えれると。これ10円玉なんですか？これ10円玉なんですよ。あ、10円玉がここに入ってますね。通常の顕微鏡でしたら、この距離が短いので、ここの中見えないんですね。だいたい2ミリぐらいなんで、これでだいたい20センチ空いてまして、倍率が500倍ぐらいまで可能です。これせやけど、こんなにこのアップにしたりね、はい、引いたりしたら、ちょっとピントずれたりするじゃないですか。これの特徴は、1回合わせればピントがずれない。一番すごいところってどこなんですか？距離が離れてまして、高倍率が上げられると。このレンズの焦点距離は 100mm から 500mm、 100mm で900倍まで拡大して観察することができる。ここに CCD カメラ、これ画素数は200万画素から1400万画素まで、ここはあとズームで回すと倍率が変わると。でここの共同の部分にレンズが14枚入ってまして、ここが対物のレンズで交換ができるようになっております。焦点が距離が長いのは一つなんですけど、あとね、深度が深いっていうか焦点が幅が広い。顕微鏡でしたらこの表面しか見えないんですけど、だいたい100倍で深さ3ミリぐらいまでの焦点が合うんで立体的に見えるわけですね。で今は 3D といいますか、合成ソフトとかで合成したりとかもできるんですけど、合成しなくて深度が深くといいますか、焦点が深くまで合うんで、かなり観察がしやすい。そこは大きな違いではあります。半導体の不良解析装置や自動車産業向けの精密加工品、真空チャンバーやガラスケースの中のサンプル観察など、焦点距離を長くしないと見られなかったものが見られるようになった。ということは今まではあれですか、レンズがこう高温のものを見ている場合は、はいはい、痛めてきたわけです。痛めて無理やり見て、見ないとしょうがない場合は無理やり見てて、はい、捨てると言いますか、はい、交換してるみたいな形になりますね。もったいない話ですね。もったいない話ですね。ただ研究上それはしないとしょうがなかったん でこういう距離が空いてて倍率大きく見えるものがポスられたわけですね。必要があったんで、私らの会社の、規模はそんなに大きくないんですけど、はい、こういうニッチなユーザーさんが求めてられる商品を開発した、作ったということになりますね。はい、例えば、はい、どういうところで使われるんですか？要はガラス越し、中が真空状態とか、ところを見たりとか、もう組み立ててしまったものの中の部品を見たりとか、あとは水中とかですね。具体的に言うと、どういう業界でどういうシーンで使われるんですか？一番多いのは今は自動車業界。自動車業界？組み立てた部品の中の検品をしたりとか、水中なんかでしたら、これコップの中に入った虫なんですけど。何ですかこれは？これ私も分からないんですけど新種の虫って京都大学さんがおっしゃったんで、これ泳いでるところを、これをまたビデオで撮ることもできるので、顕微鏡でしたらもう水中なんか水中から取り出さないと見れないんですけど、なんでこんなものを作ろうということになったんですかね？そもそもは、以前人工衛星のはやぶさっていうのがありまして、それが持って帰ってきたホコリって言いますか、それをガラス越しに、放射能が浴びてるのかなんか分からないんですけど、遠く離れて観察するために作りました。ほんでその後は取り出して、顕微鏡とか電子顕微鏡で見られたんですけど。社長のレンズが、はやぶさに使われたんですか？最初はそうです。 JAXA にも入ってますから、種子島の宇宙センターにも入ってますから、そういうとこから始まってるんですよ。先生、はい、この超焦点レンズのですね、どのあたりを一番評価されますか？これはですね、実はお客様の欲しいを形にしたと。すなわち今までだったら見えないもの、見にくかったものをですね、遠くからでも見れるようにした。やっぱりこれはやっぱり素晴らしいです。なるほど、はい、やっぱりお客様の欲しいものをソフトとハードを融合して形にされて、しかも低価格で提供されている。やっぱりこの点が素晴らしいと私は思いましたね。ニーズはありますけど、非常にニッチな分野ですよね。そうですね、セルミックはですね、そこを開拓してこう伸びてきたわけですよね。そうです。実はですね、マイクロスコープ本体もそうなんですね。ああ、なるほど。セルミックが売りにしているのは実務型のマイクロスコープ。レンズは1倍から3800倍、 CCD カメラに自社製の画像処理ソフトを組み込んでいる。マイクロスコープの多くは
フルスペックで高価格だが機能を絞り込んで低価格を実現させた。価格的にも他社さんの4分の1ぐらいの値段で何でもかんでもつけて売ればいいんですけども、高く売れるんですけど、実際ユーザーさんを仮に見るだけとか、幅を測るだけしかいらないと、そういう時はそれだけで十分他の用途は使われないん であとはその機能は大手さんと一緒ぐらいあるというのはオプションでつけていくんですよ。必要やったらつけてくださいと。だから結局全部つければ結構なお値段にはなるんですけど、必要な最小限度でいいよって言われるユーザーさんがたくさんいらっしゃったんで。コストを抑えることができた最大の理由は、ソフトをインストールすれば市販のパソコンで使うことができるところだ。パソコンなんですけど、はい、これは一般のパソコンでも大丈夫なんですか？これね、一般のパソコンで大丈夫にしてあります。ソフト上、あるいはカメラも、USB からつないで映せるようになってますんで、通常、他社さん、競合さんっていうのは専用機で作っておられるんで、かなり値段って言いますか、価格が高い。セルミックの事業はですね、はい、2012年に滋賀県産業支援プラザの事業可能性評価委員会目利き滋賀の A ランクの認定を受けたんですよね。そうですね。でこの委員会で先生は委員長を務められてますけど、はいすはい、この A 評価のポイントっていうのはどこだったんですか？やっぱり一つはですね、常にお客様の声を、あるいは市場と呼吸しながらそういった声を反映して製品にしているという、これはやっぱり素晴らしい点だと思いますね。それから2つ目はですね、やっぱ必要な機能だけに特化してあまりてんこ盛りにしないでお客様の必要なものだけを提供しているという、こういう絞り込んだ製品の開発の姿勢というのは素晴らしいと思いましたよね。それから3つ目、これが一番大事なんですが、やっぱ経営者の姿勢とか情熱なんですね。やっぱり森下社長のあの何と言いますか、あの情熱、製品を一生懸命頑張って作って市場に導入したい、あの情熱というのはやっぱりすごく我々審査員打たれましたですね。なるほどね、はい。ここまで事業を軌道に乗せたのは今先生からもあったように、森下社長の独特の発想があったんですよね。あの発想が一番大事だったと思います、はい。創業は1998年、当初は画像処理ソフトの開発販売だけをしていたが、2003年からレンズとカメラも開発するようになった。もともとソフトはやってましたんで、たまたまそのソフトをそういうマイクロスコープの販売されてる会社が買っておられましたので、そこはなくなっていくというか、いろいろやめていかれて、そのレンズも販売するようになって、で同じようなことやってたらやっぱり大手さんに負けますので、そこで森下社長は考えた。画像処理ソフトとカメラを組み合わせて世の中にないものを作ろうと。15年ぐらい前に SE さんがね、たくさんおられて、いろんなソフトを作っておられたんですけど、どうやって売ったらいいかのは分からないんです。でこれは一つはマイクロスコープというシステムに抱き合わせてもうソフトを入れてしまってるんで、1台売れたらソフトも1台売れて、売り方で一つの売り方なんですよ、ソフトも。こだわっているのは顧客のニーズを形にしてビジネスにすること。どっちかというとこれを作ったから買ってくださいじゃなくて、これできたら買うよとかから始まるんで2011年に草津総合ビジネスオフィスに入居、販売代理店を開拓して売り上げを伸ばした。ここ入った時の売り上げがだいたい4000万ぐらいだったんですよ。3年で3億いきましたんで、今ではマイクロスコープを年間60台販売、超焦点レンズもこれまでに100台を売った。しかし森下社長はそれだけでは満足しない。将来会社の方は5年後の上場を目指して今動いてますけど、その後その上場によってやっぱり人を、当たり前の話ですけど、人をいい人を入れて資金ができますんで、さらに開発、今やりたいことがお金でできない部分もたくさんありますんで、それがあればもう絶対買うというところもたくさんあるんですけど、自動車業界から言われてるのは今500ミリ話してますよね。それは1メーター、2メーター欲しいっていうご意見があるんで、赤外線で見るマイクロスコープのはどこにもないんですよ。これ今度8月に発売するんですけど、存続するためにはやっぱり常に新しいものを開発して、開発というか販売してやっていかないと。でも形は変わっているかもわからないですよ。今はマイクロスコープです。環境事業部のエアクリーナーとかそういう空気清浄機
もやりだしてますし、で売れたらあっちの方が売り上げ多分上がるんですね。システム、まあ、工場に備え付けますん で一つは国から言われてます、その受精卵の監視装置なんかはもう買うというところはクリニックさんが一緒に共同研究してるんで、できたらこれを買うよと。それで大体1年目2億ぐらいの売り上げが上がるんですよ。1台200万なんで、多角化、ニッチな多角化ですかね。中谷先生、はい、今後のですね、はい、セルミックの成長のポイントはどこでしょう。やはりですね、この顕微鏡といいますか、この製品というのは用途は私ははっきり言って無限にあると思うんですよね。でそれは多分お客様が用途を開発していただけるのではないかと。だからそういう声を常に聞きながら新しい製品、そういったものを開発していけば、必ずやこの会社は、この製品は成長していくと私は信じております、ね。はい、あの森下社長がねおっしゃってたんですけど、はい、情報というのはユーザー、うん、お客さんからいただくもんであるんだというふうにことをおっしゃってたんですけど、これ分かっててもなかなかできないことですよね。分かっててもできませんね、はい、はい。でも私はですね、信じてるのは多分この会社はそのお客様と一緒になって、お客様も一緒に成長していく、まあ、そんな形での成長路線を歩まれるのではないかなというふうに信じてます。基本的なことですが、やっぱり大事なことですね。大事なことだと思います、はい。以上特集でした。ここで一旦コマーシャルです。滋賀経済ナウ、ここで今週のニュースです。仮称小谷城スマートインターチェンジの起工式が行われました。仮称小谷城スマートインターチェンジは、北陸自動車道の長浜インターと木之本インターの中間地点に建設される ETC 専用のインターチェンジで、2017年春の開通予定です。戦国武将浅井家三代の居城だった小谷城跡があちらに見えています。今回のスマートインターチェンジは特に観光面での期待が寄せられています。小谷城跡や姉川古戦場など、戦国の歴史舞台となった湖北の観光振興に貢献するとされる小谷城スマートインター。地域の発展、それから観光産業、そして市民の皆さんの毎日の暮らしの利便性をしっかり高めていくということに、3つのインターをうまく活用していきたいと思っています。平成25年に開通した古東三山賀茂の両スマートインターチェンジも想定を超える車に乗り降りをいただいているということで、私は非常に効果の高い事業だと思っております。他の地域においてもそういう可能性がないか今研究を進めているところでありますので、そういった結果を出していきたいというふうに思います。滋賀経済同友会の新しい代表幹事に、大塚産業総員社長の大塚宏さん68歳が就任することが内定しました。これは4月20日に開かれた滋賀経済同友会の幹事会で決まったものです。大塚宏さんは1973年に大塚産業に入社、常務取締役を経て、グループが分社した1987年からは自動車用シートを生産する大塚産業総員の社長を務めています。滋賀経済同友会の代表幹事は2人制で、もう一人の代表幹事には滋賀銀行専務取締役の吉田郁夫さんの再任が決まりました。今年度の代表幹事の就任は5月21日に開かれる通常総会で正式決定されます。なお昨年度の代表幹事だった甲賀公文士会長の石田照夫さんは特別幹事に就任します。滋賀銀福祉基金の助成金の贈呈式が行われました。滋賀銀福祉基金は地域福祉の向上に貢献しようと、滋賀銀行が1984年に設立したもので、今年度は県内では数少ない難病患者の支援活動を行っている栗東市の NPO 法人など14の団体に合わせて885万円が助成されることになりました。突然ですが、はい、蕎麦好きですか？大好きです。美味しい手打ち蕎麦の店を見つけたんですよ。へえ、すごい。ちょっとご紹介します、はい、こちらでございます。ありがとうございます。甲賀市信楽町にあります無双庵、
あの西はね岡山から東は長野からもこのそばをお目当てに来るというですね、お店なんです。去年開店10年を迎えました。営業はお昼のみで土日は並ぶことも珍しくありません。楽しくみんなで過ごさせてもらいました。はい、美味しかったです。コシがあってね、でね、お塩つけても美味しいですよって言っていただいてね、そう、どっちも美味しかったですね。はい、このお店、無双庵の特徴はですね、つなぎを使わず、そば粉と水だけで打つ十割そばなんですね。盛りそばは太麺と細麺の2種類あります。私がいただいたのは太麺。そば、はい、の実を殻ごとひいた粉を使うために色が濃いんですね。でね、最初は塩で食べてくださいって言われて塩だけで食べるんですよ。香ばしいそばの、ね、味がね、もう非常に美味しかったですね。美味しそうですね。そば、ね、本来の味っていうのがね、よく分かりましたよ。あ、で甘みもね、ちょっと口の中に広がっていくんですよ。すごいですね、香ばしさとね。でこのそばを作るのが西山君雄さん64歳です。そば本来の味をですね、味わってもらいたいと、安全なものを提供したいということで、もう本当ね、手間を惜しまないんですね。で店で使うそば粉は毎日使う分だけお店にある粉場で引いてます。またそば粉はですね、主に地元信楽の農家が栽培したそばの実を原料にして使ってるんですね。実は西山さんはもともとは警察官なんです。警察官、早期退職して第二の人生にそば作りでかけたんです。素晴らしいですね。警察官の仕事とこのそばの仕事って全然違うじゃないですか。どうですか、その全く違うことを第二の人生でスタートしたっていうのは。そうですね、業種としてはね、180度違いますよね。サービス業ですからね。けれども、まあ基本は仕事と考えたら一緒だと思いますけどね。やっぱし、皆さんに喜んでもらえる仕事っていうのがですから、はい、ただお金儲けと考えたらとてもここまでこだわることはできないですけどね。やはり苦労した分収入につながるか言ったらそうでもないし、やっぱり一番いいのはお客さんが美味しかったわと言って帰っていただく、これですよね。はい、はい、第二の人生をですね、そば作りにかける、どうですか先生。素晴らしいですよね。警察官だったらね、人に前に頭を下げることなんてできないじゃないですか。よくここまで転身をされましたね。どういうこと、何かあったんでしょうかね。実は北陸でものすごい美味しいそばに出会って、はい、どうしてもこれを作ってみたいというので弟子入りをされて、で第二の人生をそばにかけたと。素晴らしい、はい、いうことです。素敵ですよね。素晴らしいですね、はい、ぜひ先生、そば好きであるならば一度、はい、行かせていただきたいですね。はい、さて次回はですね、東レプレシジョンです。東レのですね、合成繊維用口金を製造しているんですけども、その技術を生かしまして精密製品を作っているんですね。私ね、見せてもらいました。手のひらに収まるぐらいのですね、金属にですね、30ミクロンの穴を80万個も開ける技術があるんです。へー、すごいですね。向こうが透けて見えるという、はい、素晴らしい技術です。楽しみですね、はい。今週のオブザーバーは中谷先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。